皆さんこんにちは、朝日奈彩です。本日は、久しぶりに一日密着を撮っていきたいなと思います。で、いつもねやらせていただいているジャスグリッティのカタログの撮影からスタートということで、今ほとんどメイクが終わった状態でございます。で本日もメイクがキベッチボンジュでみなみちゃんです。お願いします。で今回はそのジャスグリッティのカタログ撮影ということで11着撮影を行っていきたいと思います。はい、ということでメイクが完成しました。はい、ということでこれからね、ジャスグリッティの撮影を行っていきたいと思います。今ロケバスで海の方にやってきました。ちょっと撮影を行っていきたいと思います。かわいいね。はい、OK。 今何体終わりましたか？6ぐらい終わったんじゃない？6ぐらいね、6体ぐらい終わりました。でこれから7体目撮影を行っていきたいと思います。暑いですか、キベッチ？暑くて疲れだってハウススタジオのずっと外で撮るんだよ。どう思う？おかしい。あとなんか今日日が出るのやっぱ早いよね。あちあちの中冬物を着て撮影をしております。ここ今さ、すっごい冷房効いてるじゃん、ここが本当に幸せよ。引き続き頑張っていきたいと思います。思いまーす。ロックモード。ロックモード。そういうエアコンの機9カット終えてラスト2カットで終わりでございます。でこのあと少し時間が空いて、サンローランのイベントの方に行かせていただきます。でその時もキベッチメイクでございます。すごいなんか髪の毛すんごいこういうグリングリンの日ってほんとジャスグリッティの時ぐらいじゃない？え、じゃない？あんま珍しいよね。多分動画の中でもあんまり出ないこの感じ。なのでちょっと残り2カット頑張っていきたいと思います。見えた、寄ってった、かわいい。はい、ということで、お仕事2日目を紹介したいと思います。本日は、オーラル BIO のポップストア来させていただいております。で今はメイク、眉毛とベースメイクとちょこっとアイシャドウが、完成しているという感じでございます。で本日のヘアメイクさんは神戸さんでございます。お願いします。
今はネイルを塗り直していただこうという感じでございます。ではね、こういうちょっとブルーな感じになっているので白のワンピースを着て準備を行っていきたいと思います。神戸さんがさ、うん、サンクチュアリと推しの子見たって言ってた。うんうん、だよね。うん、私も見ました。見た見た。どうした？ようやく見ました。でも結構見ちゃわない？見た見た、なんか普通になんか、うん、でもサンクチュアリの方が結構なんか見るぞっていう気持ちが結構必要だと思うよって言ってたじゃん、うんうん、 ね、その意味はあの1話見てすぐ分かった、うん、続きがありそうですね、サンクチュアリは。ねえ、あれあの体作りめっちゃ大変そう。何キロ増やしたんだろうね。ねえ、うん、はい、着替えてきました。この白のワンピースに合うように最終仕上げを行っていただきます。髪の毛どうしようね、本当に。なんかおろしの方が意外と良さそうなのね、うん、私推しの子の方が先に見たよ。あ、本当？うん、推しの子の方が結構ライトに見れるっていう、うんうんうん、のを聞いてそのまま推しの子見始めて、うん、推しの子も面白かった、うん、意外とああいうアニメなんか絵がダメかと思ったけど、ああの話は面白かった。うんうん、漫画も読んじゃったよ、だから。え、早っ。漫画は何、どんぐらい進んでるの？漫画は全然進んでるよ。あ、そうなんだ。うん、進んでる。へー、なんかアニメ見て、うん、もうどうしようかな、漫画読もうかなと思って、うん、読み始めてまんまと最後まで、だから最新話まで追いついた。すごい、早っ。もうなんか気になっちゃって、なんか追いつけるところまで追いつこうっていう。ハマってんじゃん、うん、気持ちになりまして、追いつけましたよね。一番ハマってる。そう、だからちゃんと把握してる。オールバックにしたくなる。そうなると、うん、プライベートの時は下ろして、下ろすかもう一足か、あ、なんかこの辺だけブローみたいなして、うん、あとはもう全部後ろで一足にして、うん、毛がもうとにかく見えないようにして、あとはもうヘアアイロンでストレートにして下ろしか、うん、でも今の前髪だったら前髪下ろして作ったりすることあるよ、うんうん、下ろしやすい、下ろしやすい、今の長さだったら。これ以上長くなると私には扱えない。オールバックにしたい、しちゃいたいって思いになっちゃうわ、どうしても。じゃあちょっとこれから台本を読みたいと思います。はい、ということで準備が完成しました。こんな感じです。ちょっとワンピースを着てメイクもこういう感じで仕上げていただきました。で、今打ち合わせを終えたのでこれからイベントの方に向かっていきたいなと思います。ということで、ただいまイベントが終了しました。で、今回はですねオーラル BIO10 の、説明をね、いろいろとこう受けさせていただいたんですけれども、私は手磨き派だったので、その手磨きよりもやっぱり現代の、力でこう作られている電動歯ブラシってとっても素晴らしい機能がたくさん搭載されていて本当に素晴らしいなというふうに感じました。なのでこれからちょっと電動歯ブラシを使って、オーラルケアをね中心にこう気をつけていきたいなと思いました。はい、ということで今回は、お仕事の動画っていうのを2本立て続けにジャスグリッティのカタログ、そして、イベント出演、オーラル B、IO10 の紹介をさせていただきました。なのでちょっとこれからねまたいろんなお仕事させていただく機会の中で動画撮れそうだなって思ったことがあればちょっと撮影を行って YouTube の動画上にアップしていきたいなと思いますので、皆さん引き続きぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで、今回の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈彩でした。じゃあねー。